この度はセミナーにご参加いただきありがとうございました。どうでしたかね？ネット集客に対しての道筋、イメージっていうのはできましたでしょうか？セミナーにご参加いただいた方からのアンケートとか感想を見ているとですね、いや自分の取り組みっていうのは部分的になっていて仕組みになっていませんでしたとか、全部今までやってた取り組みは点になってただけなんですねっていうね感想をいただきました。でこういった感想をね読んでいるとですね、やっぱりどんな商品サービスを扱っていてもですね、ネット集客の仕組みっていうところはね、やっぱ大切必要なんだなってことをね、私たちもまた実感しますし、そういったことをね理解いただけたんじゃないかなと思っています。でこっからはもうねやるだけなんですよ。実践なんですね。シミュレーションと流れでもねこうお見せしましたけれども、あの流れを構築していくってことがね最優先になってきます。でただ一方で、ああいった流れとか動線設計って言っても、いや自分の場合どうやって動線設計するんだとか、何から手をつけたらいいんだってところは迷うって方もいると思います。まあ、実際そういう声もあるんですね。なので今回フォローアップセミナー&説明会ということで、動線設計をさらに深掘りする場所を用意しました。ぜひこの機会に自社のネット集客の仕組みの整理とか課題の発見っていうのをしていってください。でこのフォローアップセミナー&説明会は日程とか人数の関係で日程が早くいつも埋まってしまいます。なので興味のある方はお早めにお申し込みください。このフォローアップセミナー&説明会はこんな方におすすめです。動線設計が大切なのは分かった、だけれども自分の場合どうやって動線を作ればいいか分からないという方、そしてウェブが大切なのは分かるんだけれども自分は何から始めたらいいか、優先順位は何なのか、情報がありすぎて困っているという方、自分に適した手法や手順に確信が持てず実践が続かないという方、ノウハウは聞いたことあるんだけれどもそれを自分の場合にどう落とし込んだらいいか分からない、そしてどうやって仕組みを作ればいいか分からないという方ですね、まあ、こんな方におすすめのフォローアップセミナー&説明会になっています。で今回参加していただくことでこういったことができるようになりますよっていうのをねこちらに挙げました。でまず自社の商売ってものに当てはめたカスタマイズした動線設計の全体像っていうのが作れるようになります。そしてその中で商品サービスをこう考えてもらったり整理してもらったりする時間があるんですけども、ネット集客に相性がいい商品サービスの並べ方って実はあるんですね。それを自社の商売に当てはめて整理してもらいます。そして自分がネット集客で取り組むべき優先順位っていうのがねはっきりしてきます。でそして遠回りすることなく最短距離でネット集客を実践していくその手順っていうものもね分かるようになります。まあ、ざっとこんな内容になります。で膨大なですね質問リスト、ワークの中から厳選したものをちょっとねワークやってもらったりしたり、あとはテンプレートを使ってもらって整理してもらったりする時間があるので楽しみにしていてください。私たち自身これまで3000パターン以上の動線設計をスモールビジネスの現場でスモールビジネスの方とやってきました。でその中であらゆる業種業態の方たちをサポートさせていただいて、パターンっていうのがねこう見えてきているんですよね。で私たち自身自分たちでも日々ウェブマーケティングを実践していろんなデータっていうのが溜まってきています。もちろん成功もあり失敗もあるわけなんですけども、その中からもう経験の中から溜まってきているノウハウってものがねあるんです。常に最前線でいろんなデータとか数字を見ているので、まあ、そういった経験をもとに今回ねフォローアップセミナー説明会でもお話しできればなというふうに思ってます。では当日のフォローアップセミナー&説明会でどういうことをやるのかっていうね内容の一部をちょっとお見せしたいと思います。まず動線設計に対しての復習講義を簡単に行います。動線設計って改めてどういうものだっけっていうお話をします。そして自分の商品に合わせた動線作りということで、いくつかのテンプレートとかねヒントを参考にしながらこちらやっていきます。そして漏れなく完全分析、動線設計を行うための自社の現状診断ということで、これ体のことで言えば健康診断のようなものですね。これが実は非常に大事で、動線設計やっていくのはねもちろん有効的なんですが、自社の現状課題っていうのはどこなのかによってやること変わってくるんですよね。それをはっきりさせるための診断っていうものを、これもワークを交えてやっていきます。そして次ですね、着実に実践するための最短ロードマップ作り、これをやっていただきます。やっぱり人によって打ち手とか手順って変わってきます。自分の場合はどうやるのが最短距離のネット集客なのか、これを整理していただきます。ひな型やワークシートなんかを交えてこれも考えていただきます。そして動線設計を行う前に絶対にやっておかなければいけないことということで整理をしていきます。やっぱりいろいろ打ち手とかテクニックはあるんですけれども、まずこれをやっておかないと、まあ、ひどい目見ますよというか話になりませんよっていう項目がいくつかあるので、これをまずやっていただきます。
ていうような一部ですけれどもね、これはね、ちょっと代表的なものをピックアップさせていただきました。また質問会というかね、質問の時間も設けていますんで、不明点があれば遠慮なく質問してください。1対1でね、お答えさせていただきます。で、なぜ今回フォローアップセミナー&説明会を無料で開催するかと言いますと、私たちは常々ね、知るよりもやるが大切ですと言っています。でもただ間違った方向でやっても行動しても成果にはつながりにくいんですね。成果につながらないだけならまだしも、お金とか時間を無駄にしてしまう方たくさん見てきたんですよ。で、スクールの生徒さんにもよく言われることがあります。それは何かというと、最初からこの屋さんにお願いすればよかったとか、ここで早く学びたかったとか、そういうことを言われます。要するにその言葉の裏には、これまでいろんなものを試して、いろんな手法、ノウハウ、ツールを試してダメだったっていう経験があるからなんですね。なので後悔してほしくないということが思いにあります。で、ほとんどのネット集客うまくいかない原因っていうのは課題の取り違いなんですね。で、ネット集客のポイントは全体と順番なんです。どういう全体像を作って、どういう順番で取り組むか、これだけなんですね。で、これをやっていく上でのやっぱ課題ってもの、自分の現状っていうのを取り間違えちゃうと、順位も順番も間違っちゃうし、全体構成も間違っちゃうんですよ。で、これを注意していただきたい。なので今回そのいい機会になればということで、フォローアップセミナー&説明会を開催することにしました。課題が明確になれば問題解決の8割は終わったと言われるくらい、やっぱりそこに気づくのはやっぱ自分だけじゃ難しかったりするんですね。でもそこはものすごく重要だと。であれば一緒にやろうじゃないかということで、こちらね、やることにしたんですね。スモールビジネスの方っていうのは一生懸命何かをやるってことはできるんです。でもその対象がわからなくて困ってるんですね。これさえやればいい、これをやっていれば集客につながるっていう確証が持てれば頑張ることはできるんです。なので今回の機会をそのね、きっかけにしていただければというふうに思っています。そうしていただけると嬉しいです。また、フォローアップセミナー&説明会ということなので、私たちが運営しているオンラインスクール、ウェブ道場花歌館についてもご紹介します。まあ、こちらについては、ネット集客に興味のある人から毎日のようにね、お問い合わせいただいていて、まあ、スモールビジネスの方にね、大変興味を持っていただいているということで嬉しい限りなんですけれども、そちらについてもしっかりご紹介します。で、やっぱりね、課題が整理されて、ご自身でやっていくっていうのもね、もちろん素晴らしいことですし、応援はしたいんですけれども、一方で、しっかりネット集客を学んでいきたい、自分でできるようになりたい、実践していきたいっていうね、熱意のある人にですね、環境を用意しないのはプロ失格だと思います。ので、しっかりとネット集客が自分で実践できるようになるオンラインスクールについてもご紹介していきます。はい、以上がフォローアップセミナー&説明会のご案内になります。やっぱりね、ネット集客って毎日情報を見ているとやることものすごいあるなって思っちゃいますよね。時にはストレスに感じてしまうことあると思います。でも大丈夫です。ご安心ください。今回のフォローアップセミナー&説明会で一緒にシンプルに整理しちゃいましょう。結局やることっていうのはシンプルなんですよ。で、これを一緒にやっていくと次のステップがすごく明確になり、すっきり、ストレスがなくですね、ネット集客できますんで、これね、一緒にやっていただければと思います。で、こちらのフォローアップセミナー&説明会の申し込みの方法はとても簡単です。メールをご確認ください。メールを見ていただいて、専用の URL をクリックしていただいて、そこで申し込みをすることができます。で、人数とかね、日程の関係で毎回ね、すぐ埋まってしまいますので、興味がある方はすぐね、日程を確保してみてください。それでは当日お会いできますことを楽しみにしています。最後までご覧いただきありがとうございました。